東芝東芝製のスマートフォン T-01B ドコモスマートフォンダイナポコット T-01B は東芝によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末でありドコモスマートフォンシリーズの一つである KDDI および沖縄セルラー電話連合向け同系端末のダイナポコットいずれに同様東芝製世界モデル Windows モバイル端末 k 01 の日本モデルとなる。東芝の携帯電話事業が2010年10月に、富士通の子会社である富士通、東芝モバイルコミュニケーションズに関されたため、ドコモ向けは、これが、最後の東芝製携帯電話端末となった。本機の発売から約2年半後の2012年12月には、デジタルフォートフレームのフォトパネル英語パワードバイレグザにて、再び、東芝としての端末が供給される。 2009年6月に発売された Windows モバイルの T-01A の後継機種となる。T-01A と同様にスマートフォンとネットブックの融合、MID 端末というコンセプトをもとに開発されている。ポップメール、imap メールが利用可能である。また、フォトメールや Windows Live メール、モペラウメールがプッシュ型電子メールとして利用可能となる。 gmail もアクティブシンクで設定することでプッシュメールが可能となる。それ以外のメールはポーリング式となる。メーラーはポケットアウトルックを使用する。メッセンジャーにはウィンドウズライブフォト、メッセンジャーが搭載されリアルタイムのチャットが利用可能である。i モードメールは2010年9月1日開始の sp モードが提供後、絵文字、デコメールなども含め利用が可能となる。 sp モードが始まるまでは w e b メールで imode メールを行うための imode.net モバイルモードのメニューにて利用が可能である t-hbi-mode.net アプリ以下のアプリケーションがプリインストールされているが windows マーケットプレイスーモバイルやドコモマーケットから様々なアプリケーションをダウンロードし利用することができるありがとうございます